があった董卓と袁紹、彼らが妖魔軍と連合して剣閣に攻め寄せた。あらかじめ警戒していた閣は即座に軍を引き、しかし敵の数が多く討伐軍は包囲され孤立してしまう。援軍は望めず兵力も少ない逆境、しかし閣は余裕の構えを崩さなかった。それは彼らの頭の中にはすでに策が描かれていたのである。期待の暴走、2人の共演、鮮やかな逆転劇が幕を開け、思ったより敵の数が多かったね。あっという間に退路を閉ざされた。これでは味方も、で、あんた何をしてる？いや、この究極の逆境、名高き暴将はどんな策を見せるのか記しておかない手はないと思ってね。下手な文章を書くより得意の頭を使ってほしい。とほほ、ここでも私の文才は認められないのか。この状況、味方の援軍は望めない。となると敵のものを拝借するしかない。しかたね。敵を狙い出せるのは俺だよ。もしかしてあの離婚の計画、まさかこの目で見ることができるなんて思わなかったな。嬉しいよ。そうやって見せる隙わざとね。俺が敵なら遠慮なくそこを突く。ま、今はどうでもいい話だ。あの罹患の刑を見ることができるとは。期待しているよ。なんとも気の締まらない応援だが、ま、いいか。身近なところから始めよう。まずは北の砦にいる家臣から。俺の目にひけらが数匹飛び回っておるな。目障りじゃ、叩き潰してしまえ。家臣を寝返らせるには仕掛けが必要だ。ああ、おあつらえ向きに敵の伝令を。あれを家臣のところまで連れて行こう。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。悔しいが、ここは引かねば。敵将、俺様が討ち取ったぜ。しまったか。これじゃ遺憾の刑も何もないな。次は私に任せてもらえないかい。雨乞い義久を引き入れてみせるよ。さて、まずは偽の伝令を仕立てて董卓に送ろう。覚えておけ。次は容赦しねえぞ。まったく素晴らしいね。これだからあんたは面白い。
んたは面白い。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。トータクの心に疑いの種をまけた。あとは木を見てアマゴに話をするだけだね。いや、唐突ですまないな。私たちの仲間になってくれない。ああ、失敗してしまったか。これじゃあ寝返らせることはできないよ。どうなってしまったら仕方ない。気持ちの戦力で結露を切り開こう。Thank you.
虫どもめ練り潰してくれるわ。おのれ貴様ら覚えておれよ。まこれくらいは当然だわな。龍馬と人の共存を掲げ今日まで戦い抜いてきたが、どうやらここまでのようだ。人と龍馬の架け橋となるべき者の行方が知れんのではな。これよりはこの円本書の力、お前たちのために使ってありがたく受けるがよい。